日本を離れます。ベンゲル監督からスタンドに詰めかけたサポーターの皆さん、そしてテレビをご覧の皆さんに挨拶があります。今ありがとうの花束が贈られました。皆さんありがとう。グランパスサポーターの言葉忘れません。私はいつまでも名古屋を愛しています。 Thank you very much。 いつまでも名古屋を愛していますという言葉をサポーターに送りました。ベンゲル監督、アーセン・ベンゲルがグランパス監督に就任したのは去年の春でした。